緑の芝生といったイメージで、まあ、誰かがいつでもまあフラッと来て、まあ、広場として楽しんでいただいたりとか、まあ、そこでまあいろんなことをやることによって、まあ、集まって、まあ、なんか分からないけどとりあえずここに来てみようというような形の場所になればいいなと思ってますし、渋谷大学さんでありますとか、まあ、渋谷経済新聞、まあ、これも特にずっと渋谷の情報発信をしてきている団体でありますので、まあ、そういった方たちですとか、まあ、いろいろと、まあ、渋谷っていうのは、まあ、若いその社会起業家であったりですとか、そういった人たちを支援をしたりする人とか、まあ、いろんな方たちがいますので、まあ、そういったこの、まあ、新しいものをやっていこうっていうようなことを考えている人たちには、まあ、広く連携をしてやっていきたいなというふうに思っています。で、まあ、当然にこのフロアに入居していただいている方ですとか、まあ、そういった人たちとのつながりの中で、いろんな企画が生まれていくのかなというふうには考えていますけれども、正しいものをきちんと伝えていくっていうか、まあ、やはり我々としても8階の、まあ、8というこの考え方に賛同していただいた皆さんの、まあ、共通の思いをきちんと正しく表現をしていくような場所にしていきたいなというふうに思っています。